ある世論調査で自民党総裁選候補者のうち高市早苗さんが1位人気だったという夕刊フジの記事を紹介したいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の8月22日木曜日、時間が22時35分でございます。はい、本日3本目の動画となりますということで、ちょっと本日のですね夕刊フジになりますということで、まあ、ちょっとこれ本日のなどです、少し遠慮めに紹介させていただきます。高市波乱の出馬ということですね。はい。岩盤保守層奪還へということですかね。はい。まあ、ちょっとね、ツイッターの方だと、今回高市早苗さんが総理にならなければ、総裁にね、まずならなければ、自民党員を辞めるというですね、つぶやいておられる方がですね、まあ、結構いましたね。はい。でですね、ちょっとはい、記事の方はですね、トップ記事の方は少し、控えさせていただいて、こちらですね、ちょっと見にくいですけれど、はい。誰が選ばれてほしいか調査、高市氏に1位人気ということで、産経リサーチ&デート調査ということで、まあ、産経の調査なので、まあそうなるよねっていうことではありますが、まあでもとりあえずね、そういう結果のし、まあ結果として一つは出ているということで、まあちょっとここを紹介させていただきます。で、まあ私としてはですね、まあ誰それ、っていうのは、もちろんね、誰が当選するかっていうのは大事なんでしょうけれど、まあ、それよりですね、まあ、政策議論が、まあ、どんどん進むことをですね、まあ、期待をしております。まあ、このね、自民党総裁選というのは、公職選挙法関係ありませんので、まあ、ある意味ですね、公平性とか関係ないんですよね、放送においては。まあ、一応ある程度、考慮はするのかもしれませんが、ということで、まあ、ただね、まあちょっと個人的には青山茂春さんが、まあ総裁候補のね、一人として総裁選出れるといいなとは思っておりますけどね。はい。で、まあちょっと記事の方いきますね。誰が選ばれてほしいか調査、高市氏1位人気、産経グループのマーケティング会社、産経リサーチ&データが自民党総裁選9月12日告示27日投開票で、誰が選ばれてほしいかを調査したところ、高市早苗経済安保大臣が 35.9% でトップだった。報道などで名前が挙がる11人を選択肢としているが、自民党支持者や自民党員の回答でも高市氏の人気が高く、保守層からの期待の高さが伺える。同社のウェブ上のアンケートモニターサイト、クラスルーム政治部の登録者を対象に、8月19日午後から21日午前まで実施したということは、産経のまあまあ、産経新聞のウェブ上のアンケートを、まあまあ、登録者ということなんで、まあ、産経読者に近いのかなという気はします。全国1872人、男性1306人、女性566人から回答を得た。その結果、高市氏に続き、石破茂元幹事長が2位だった。若手候補では小林鷹之前経済安保大臣が3位で、5位の小泉進次郎元環境大臣を上回った。はい。自民党支持者の中では高市氏が 44.3% で、小林氏が 12.4%、石破氏と上川陽子外務大臣が 8.9% で続いた。自民党員と回答した108人、5.8% の中でも高市氏が64人と断トツで、青山茂春参院議員が23人、小林氏が6人と続いた。以前は党員だったが今は違うと答えた65人の中でも高市氏は33人で首位だった。高市氏を選んだ人の理由2つまで回答は政策に期待が持てるから 70.4%、 保守系の考え方の強い人物だから 67.9%、 現状の政治を大きく変えられそうだから 32.3% などが上がった。クラスルーム政治部ではインターネットアンケートに限定スピード感を持った調査に取り組んでいるということでございます。まあまあとにかくね、まあ産経の調査ではありますけれど、まあとりあえず、高市さんのね、まあ、人気が高いということで、まあ、まあ、他のね、調査でも、党員投票の方ですね、まあ、自民党の党員の中でも、うん、高市さんのね、まあ、支持率が高いというのはですね、まあ、
そういうのがあるんではないかと、あったような気がします。はい。でですね、党員票はね、かなり入ると思うんですけれど、問題はですね、これか、議員票か。はい。とりあえず決選投票になったら、勝機は見えてくるのかなという気もしますけれど、とりあえず、まず、20人のね、推薦人を集めるところを、ここが、まず一つの、もうここさえ乗り換えてしまえば、有力なんじゃないかとですね、元産経新聞社のね、三枝源太郎さんはね、おっしゃってましたけれど、はい、とりあえずそういう意見もあるということでございます。繰り返しになりますが、私はちょっと政策議論が盛り上がることを、期待しているということでございます。で、ちょっとね、本日8月22日なんですけれど、これはですね、ちょっと79年前にですね、結構悲惨なことが起こったと。ソ連によるですね、卑劣な攻撃があったということで、8月22日、豊原空襲、で、あとですね、三尖殉難事件というのも、ありました。はい。ということで、一応日本ではですね、1945年の8月15日が、終戦の日と、されています。確かにその日にポツダム宣言は受諾したんですけれど、ロシアはですね、8月9日に日ソ中立条約破って攻め込んできたというのもありますけど、8月15日以降もですね、攻め込んできているということで、これはですね、もう日本人であれば、誰もがね、知るべきだな。でも意外とね、知らない方も多いんじゃないかなということで、私も少しずつですね、勉強しつつ、皆さんにね、そういうことをね、伝える、努力をしていきたいとは思っております。で、ちょっと、ツイッターの方ですね、ちょっと紹介させてもらいます。続いていた大戦、45年8月15日、ポツダム宣言受諾で終戦を迎えたが、ソ連軍は侵攻継続。16日にスターリンが留萌釧路の北北海道占領を求めたが、トルーマンが拒否。18日、南樺太侵攻開始。25日、樺太全土を占領。9月3日までに北方四島を占領。5日に戦闘を停止した。北海道本土侵攻も計画されていたとのことでございます。ちょっとここにね、地図がありますね。で、南樺太の方ではですね、ちょっと後でお話しますけど、マオカですね。マオカ郵便局事件というのが、あります。で、あとはですね、豊原市は、この南樺太の、北の方ということですね。はい、すいません。ちょっと後ほどまた別のツイートも紹介させていただきます。で、そうですね、豊原市、ここに、豊原市、結構南の方ですかね。はい。あとは、はい。とは、ここですね、シム州島というのがですね、地図の右上にあります。もうカムカチャ着火半島のね、先端に、近いところ、はい。千島列島のね、最北端に位置するところ。で、ここでですね、17日の夜から18日にかけて、ソ連軍がね、攻め込んできて、日本軍がですね、応戦をして、一度ね、一度撃退したということが、ありまして、ここのシム州島の戦いで、検討がね、奮闘がなかったら、北海道をね、ソ連に取られてたんじゃないかというぐらい、それぐらい重要な、ところでございます。で、ちょっといくつかですね、紹介をさせていただきましょうですね。はい。こちらなんですけれど、はい。まずですね、8月17日ですね、樺太のエストリ町で、大平炭鉱病院の看護師23人が集団自決、うち6人がお亡くなりになりました。マオカ郵便局の集団自決に比べ、語られることの少ない悲しい事件です。慰霊碑は、札幌、護国神社境内にありますということで、私もちょっと札幌行った時にはですね、こちらの方ですね、ちょっとお参りに行きたいなと思います。YouTube の方でもね、いくつか動画あったんですけど、ちょっと本日、聞いてみた中の一つ、TBS ラジオのですね、音声だけのね、動画があったんですけれど、看護師の、23人集団自決して、6人お亡くなりになったということで、その、
小林遥さんだったかな。まあ、その方が、祖母のですね、祖母の方が、その、まあ、樺太出身だったということでですね、ちょっと、そのお話で、インタビューでね、何人かされてるんですけど、そのうち一人にですね、このお亡くなりになった、まあ、集団自決をされた看護師で生き残った方にですね、インタビューされてるんですよね。まあ、非常に、まあ、ちょっと、まあ、悲しい事件ではあります。はい。まあ、そのインタビューの、まあ、なかなか、まあ、無理にね、聞くようにお勧めは、まあ、しませんけれど、まあ、でもね、まあ、できれば、一人でも多くの方にですね、この、大平炭鉱病院看護師自決事件を、まあ、知っていただければと思います。次ですね、8月20日、真岡郵便局、郵便電信局事件ですね。はい。1945年8月20日、日本領の樺太では一方的に条約を破棄したソ連軍と日本軍の戦闘が8月15日以降も続いていました。真岡郵便局の電話交換手は引き上げをせずに業務中でしたが、真岡にソ連軍が上陸すると、勤務中の女性電話交換手が局内で自決を図り、9名が亡くなりましたと。そういう事件ですね。まあ当時ですね。まあ当時からもソ連軍っていうのはもう、占領した後ですね、まあ女性はもう強姦するという、そういうね、噂というか、そういう話はね、もう伝わっていたということなので、まあこのね、お亡くなりになった方々っていうのは、まああらかじめね、避難するように、まあそういうね、まあ、ご提案があったみたいなんですけど、まあ、残られたというですね、そういう方々みたいです。私も数年前ですね、夕習館、靖国神社のね、夕習館の方でこちらの、まあ、映像がね、まあ、流れてて、その時にね、初めて知りましたね。はい。はい、次。8月22日、三川殉難事件。1945年8月22日、1945年8月14日のポツダム宣言受諾後も、樺太ではソ連軍の本土侵攻を遅らせるために日本軍の抵抗が続いた。この日、樺太からの、避難民を乗せた小笠原丸第二侵攻丸、大東丸が、留萌沖で国籍不明の潜水艦の攻撃を受けて1700名以上が犠牲となった。後にソ連軍潜水艦と判明したと。いうことですね。これ、小笠原丸と、大東丸かな。まあ、これがですね、沈没をして、第二侵攻丸は、まあ、大破だったと。まあ、ただ、こちらの方は、第二侵攻丸は、まあ、ね、武器、積んでたので、まあ、応戦をして、まあ、なんとか大破で、はい。まあ、港にも着いたとか、そういう話を。そういうことみたいです。で、小笠原丸と大東丸かな、こちら、まあ、数日前にですね、なんだっけ、まあ、海底の様子を、まあ、調べるですね、まあ、調査をですね、まあ、してたという、それ、ニコニコ動画でもね、まあ、されて、まあ、配信されていたということで、ちょっと話題になりましたね。ちょっと私も後でその情報チェックしていこうと思います。ということで、はい。こちらが大平炭鉱病院の看護師の自決事件ですね。はい。まあ私もちょっとツイートの方をいくつか載せておりますので、まあ少し簡単に紹介したいと思います。8月9日ですね。まあ長崎の原爆の日でもありますが、日ソ中立条約無視して対日参戦で、ございます。8月20日、真岡郵便局電信局事件。はい。まあ先ほど紹介したものになります。8月22日ですね。まあ、はい。79年前の今日ですね。当時、日本領の南樺太で豊原空襲がありました。はい。8月22日、豊原市ではソ連軍機による空襲を受け、避難民100名以上が死亡したとされております。まあ、正確なね、まあ、犠牲者などはちょっとよくわかっていないとのことですね。朝日新聞のね、記事がありましたので、まあ、ツイートの方はしておきました。いうことです。まあ、なかなかですね、もうとにかく重い事件と言いますか、まあちょっとね、とにかく、まあソ連軍のね、まあ卑劣な行動には、もうとにかく怒りがね、込み上げるところでございます。ということで、まあということで、まあこういうね、
私も最近ね、歴史を特に、関心持って、今更ねっていう、意見もあるかもしれないですけど、勉強の方はね、しているところでございます。ぜひですね、皆様も、シムシ島の戦いからですね、真岡郵便局、豊原空襲、三川殉難事件、大平炭鉱病院、集団自決事件などですね、関心持っていただけたらと思います。私のね、ツイッターであったり、YouTube 動画のね、コメントで、いただいた情報をもとに、こんな事件もあったんだって気づかせていただいたことも、ありますので、本当にどうもありがとうございました。ということで、高市早苗さん、を、支援するね、保守の方は特にね、こういうことに、さらに強い関心を持っていただけますと幸いでございます。ということで、なかなか現時点ですね、ロシアに責任取らせるということがですね、すぐにはできませんが、ここはね、もう、いかにその悔しさ、そして、悔しい気持ちをですね、持って、それをですね、なんていうのかな、ちょっと言葉に気をつけないといけないんですけれど、国際法上ではですね、その復讐をですね、武力での復讐するっていうのが禁じられていますので、ただね、経済的に日本がね、国力強くなって、いろいろとできることも、あると思います。世界のね、歴史を見回せばですね、例えばポーランドっていう国はですね、二度、地図から名前消されてるんですけれど、それをまた復活させたというところもありますし、ちょっと嫌いな方いるかもしれませんが、ユダヤ人もですね、しぶとい、歴史的のね、しぶとさっていうのはね、皆さん、ご存知のところだと思いますので、それはですね、もう日本もですね、そこは、今は、ちょっと悔しい、思いをね、させられているかもしれませんが、そこはね、少なくとも私自身はですね、悔しい気持ち、こういう事件でですね、卑劣な攻撃でお亡くなりになった方々のですね、死を無駄にしたくないという気持ちは持っているところでございます。ということで、すいません、高市早苗さんの話から、かなり話がちょっと長くなってしまいましたが、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。